こんにちは。アトリエサロン虹ろこ、虹の輪パステル教室のひろこです。いつもこのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はパステルアート入門講座第8回目になります。今日はね、海の日っていうことで、もうね、夏休みに入る頃かなね。ちょっと天候の方が大雨降ったりして、すごいね、不安定な日々が続いてます。皆さんのところは大丈夫ですか、ね、くれぐれも、ね、被害に遭われないように頑張ってね、生き抜いていきましょうね。今日は海の日っていうことで、海の絵をお届けしたいと思います。すっごいね、これも簡単な絵です。子供さんでもね、すぐに描けると思うので、イメージしながら、ね、沖縄の海とかハワイとかね、綺麗な海を想像しながら描いてみてください。では今日も一緒にパステルアート楽しんで描いていきましょう。レッツゴー。はい、それでは第8回パステルアート入門講座を始めていきます。今日もよろしくお願いいたします。今日使う材料ですね、説明します。こちらはいつもと同じ15センチ四方の画用紙にセロハンテープをね、周りに貼ったものです。材料のね、わからないときは前の講座の第1回目かな、2回目あたりにも説明しているので、そちらをね、ご覧になってみてください。それから使うのがこちら、ヌーベルカレーパステルになってます。今日使うね、色を並べてみたんですけども、最初にね、色を説明しておきます。144番、139番、77番、63番、41番、89番、90番、106番、108番、37番、1番。今日はね、この色を使って描いていきたいと思います。備品として説明するのが、まずこちらウォーカーシーです。これはね、パステルを削るものなんですけど、同じものがないときはカッターで大丈夫です。それから消しゴム、こちらはゴム消しです。今日はね、ゴム消ししか使いません。それからこちらですね、カッターとペン型の消しゴム、オレンジの色鉛筆と鉛筆です。鉛筆はね、ちょっと濃いめの方がいいので 2B を使ってます。消しゴムのカスを掃除するね、ブラシなんかあればいいと思います。これね、お化粧用のブラシとか、これは私はトールペンというのをモップっていうね、ブラシなんですけどね、これを使ってます。それからパステルを削るコピー用紙の裏で大丈夫ですね、この白い紙とお手拭き、こんな感じかな。今日は綿棒もあったらいいかな、そんな感じです。では材料の説明が終わったので、いよいよね、書いていきます。今日はですね、もう夏休みね、海の日が近いので、海のね、絵を描いてみたいと思います。すっごい簡単なものなので、ちょっとね、皆さんも一緒に描いてみてください。子供さんね、夏休みに入ったので、一緒に描いてみるといいと思いますよ。海にね、行きたくなります。まずね、型紙を描いていきます。型紙もすんごい簡単なので、今日はヤシの木を描くので、ちょっとね、ヤシのこんな細い、こんな感じかな。それからヤシの実です。これもちょっとね、このくらいぐらい、楕円のこうラグビーボールのような形をね、描いてみてください。でね、ちょっとワンポイントで、今日はね、ワンポイントでカニさんを描いてみたいと思います。ちょっとね、こちら細かいので、もう子供さんね、描けなかったらもう手書きで描いてあげても可愛いですね。型紙はこんな感じです。型紙を使って描くっていうのをね、今日はちょっとやってみましょう。ではこれをカッターで切り取ります。カッターで気をつけてね、切ってくださいね。
ちょっとね線通りに行かなくても、全然線からずれちゃった。もうねなんかねこうなんか歯の流れに沿って書いてます。線ずれちゃったけど、あんま気にしないでやります。はい、ヤシの木の幹ですね。で実を切り取ります、ね、口が回らなくなっちゃって、あんまね喋ってないとね、実を切り取ってます。ヤシの実ですね。ヤシの実っていうね歌があるんですけど知ってますか、ね、あの歌ね大好きでね、小さい時ねよく歌ってました。わかる？名も知らぬなんだっけ好きなのにね忘れちゃった。はいね、これヤシの実です。次ね、これカニさんの甲羅です。こう四角いねちょっとこう丸みをねつけた四角を描いてます。綺麗な四角じゃなくて大丈夫です。だいたいね1センチぐらいの、1センチ弱かな、このくらいのね四角い切り取ってます。はい、こんな感じで型紙ができました。線ずれちゃったんですけど気にしないでこのまま使います。これね後で使います。それでは描いていきますね。まず下ベースです。下地のベースです。白をパラッとパラッとね削ってください。1番です。これね皆さんも慣れてきたと思います。あんまりね、粉多くなくていいです。さらっとね、ちょっとこう薄いベールを作るような感じでやってください。では次に砂浜を描いていきます。砂浜はまずこちらね、41番と139番です。これを下の方にちょっとね、最初このベージュ色、41番ですね。これを下の方に、まっすぐじゃなくて海ね波があるのでちょっとこうぼやっとぼかすような感じで伸ばしてください。次に139番、こちらを下の方ですね、この四隅の方ですね。これもねあんまり量が多くない方がいいです。少なめにしてください。色が濃いのはねすごい伸びちゃうのであっさりねつけていきます。十分ねパステルは伸びるのでどこまでもね伸びます。なので足りないなって思うくらいで後でつけ足すぐらいの方がいいと思います。わざとねこう波打ち際ねちょっとあるので平らにはしてないです。ちょっとこう波を描くような感じでね。こちらは砂浜です。はい、これで砂浜ができました。次にこちら海を描いていくんですけど、手ね拭いてくださいね。この網も拭いてください。次は海を描いていきますね。波を描いていくので色はこちらの4色、89番90番106番108番、ね、いろんな色をねつけて波をね表現していきます。まず薄い色から89番ですね。これを上の方に削っていきます。こんな感じでね、削ったら伸ばしていきます。上から下に、これもね、ぼやんとね、こう下ろすような感じでいいです。全然ね、綺麗にならなくて、まだらなって全然大丈夫です。そしたら90番、これをちょっとね上の方にちょっと量を少なめにやったらこれも下ろしてきます。なんかね青空のようですけど
ね、海の色をつけていきます。次に106番です。これはね、ちょっとところどころにこう下ろすような感じでね、これも伸ばしていきます。青のね、色の重ねて、いろんな色を重ねてね、面白い色が出ればいいですね。こんな感じです。じゃあ108番です。これでね、ちょっとこう沖の方にね、こうサンゴがあったりね、少し海の底のね、暗い部分を表現したいので、ところどころにね、ちょっとこう色を入れていきます。もうちょっとね、色足そうかな、ね、どれにしようかな、106番にしよう。もう少し濃い沖の方ね、ちょっと深い海なので色を少し濃くします。手前の方はちょっと明るめにします。何回でもね、色重ねて大丈夫です。こうね、波がこう砂浜に寄せては返すね、そんな感じをイメージしながら、こんな感じで海を表現してみました。色ね、もっといろんな色混ぜてもいいと思います。なんかね、グリーンを混ぜても綺麗だと思います、ね、エメラルドグリーンのね、海とか。今日はこのくらいでね、海を表現してみました。はい、ではこれで海ができたので、次にね、こちら波を描いていきます。波はこちらね、ペン型の消しゴムで押すとね、出てくるきます。これでね、もう適当にこう波をね、本当に適当で、同じね、こう並ばない長さもね、いろいろあっていいです。はい、簡単な海のね、背景ができました。砂浜と海を描いてます。波ね、こちらはペン型の消しゴムで消したんですけど、本当にね、適当にこんな風に消してあげるだけでいいです。では次にヤシの木を描きたいと思います。先ほどね、作ったこの型紙を置きます。どこでもいいです。真ん中よりちょっとね、ずらした方がいいかな。この向きはね、こっち側でもね、好きな方でもいいです。右とか左とかね、あるんですけど、私はこっちにね、やりたいと思います。ここね、動かないようにテープで押さえた方が描きやすいと思います。これ材料にね、なかったんですけど、マスキングテープとかね、セロテープで押さえてあげると動かなくていいと思います。材料の説明になかったんですけど、ね、テープなくても全然押さえるだけで十分描けるんですけどね、なるべく動かない方が描きやすいかな、ね、適当に2箇所ぐらい留めて固定してください。ではこちらの中を消しゴムで消します。まずね、ヤシの木の幹を描いていきます。はい、中を消しました。そしたらですね、ここに肩ね、これね、前葉っぱのね、葉脈でやったと思うんですけど、こんな風にね、引っかいて
ね、傷をつけます。これね、縦にやると切れちゃうので刃を必ずこう立ててね、引っかくような感じで横にね、こういうふうに、これね、豆腐部分でカッチャクって言うんです。カッチャクってね、引っかくっていう意味なんですけどね、うん、よくカッチャクって言うんですけどね。これでこの幹のとこにね、ちょっとね、こう線を、片側だけでいいです。ちょっとね、線を入れてます。今あんまりよくわからないんですけど、こちらにね、色を入れていきます。色はこちら139番と144番、これを紙の上に削ってください。まず139番を指に取って、この中に色を入れていきます。しっかりとね、入れてください。そうするとさっきね、こう引っかいたところが、線がね、ちょっと浮き出てきます。そこに今度144番、これをこのね、さっき引っかいたところ、ここにね、また入れてあげると線がね、はっきりと出てきます。全部にね、入れてないです。片側だけにちょっと入れてます。こんな感じでいいでしょうね。そしたらこの型紙を外します。はい、ヤシの木の幹ができました。そしたら今度ヤシの実を描きます。先ほどの型紙ね、この型紙を置くんですけど、位置がね、よく分かんなくても、このね、中心のてっぺんの方に2つぐらい、そう、斜めにね、かけて留めますか。これもね、留めてこの中を消します。ヤシの実で使う色はこちらですね。63番と144番、139番、3色を紙の上に削っておいてください。ではですね、こちらもね、先ほどと同様にカッターでちょっと傷をつけます。ちょっとね、ヤシの実に中心にちょっとまっすぐじゃなくて、ちょっとこうね、アーチを描くような感じで線を入れてます。これは最初63番、緑のね、ちょっとまだこう熟してない、ね、ヤシの実を描いたら、少しね、色を入れていきます。139番を入れて、下の方ね、入れます。で、さっきほどの144番をちょっとだけ、3色グラデーションがなっています。ちょっとね、初心者さん難しかったらね、このね、2色だけにしてもいいしね、こうやりやすい方、いう方法でね、やってください。少しのね、量を重ねてます。あんまり最初からね、濃い色になった場合は、一旦ここを消しゴムで消してやり直しができます。ちょっと失敗したなと思ったら、消しゴムでもう一回ね、綺麗にしてからやるとね、何回でもやり直しができるので、ね、怖がらないでやってみてください。ヤシの実が一つできました。じゃあもう一個ね、こんな風に2個置きます。これもね、動かないようにテープで押さえます。消しゴムで消してください。カッターで傷をつけます。絶対ね、切らないようにね、気をつけてくださいね。アーチを描くように傷をつけました。はい、こんな風にね、ヤシの木の幹とヤシの実ができました。では葉っぱを描いていきます。葉っぱはね、またカッター使いますよ。
ね、ちょっとね、難しくはないんですけど、バランスかな。葉っぱのね、ヤシの木の葉っぱを描きます。ここからね、放射線状にですか、一本シューッとやります。この時ね、ちょっとね、分かりづらいので、一旦ね、ちょっとこすってみてください。そうすると線が出ますね。線が出たら、それに沿わせてシュッ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 、これ何本でもいいです。これ、ね、この中心に合わせていっぱいね、葉っぱを今作りました。ちょっとね、こするとこんな風にね、葉っぱが出てくるの見えますかね。これをやっていきますね。ちょっとね、四方八方にちょっとこのね、葉っぱはちょっとわからないね、こすります。こするとね、こう出てくるので、こんな風にね、やると葉っぱの葉脈が出てきますよね。じゃあね、まずこっちからかな。長さも適当でいいです。まずはね、やってみてください。何枚かね、描いてるうちになんとなく要領が分かってくると思います。こんな感じね。やりにくいときは紙を動かした方がいいですね。これをこう動かしてやると、やりやすい方向にね、自分が描きやすい方向に描けるので、まずね、葉っぱのラインを決めていきます。絶対ね、切らないように、ここだけ注意してくださいね。こんな感じね、シューッと書いて、こすると線が出てきます。それに沿わせて、葉っぱを描いていきますね。もう一本ぐらい、これはね、絶対ね、切らないようにね、傷つけてるだけです。はい、こんな風にね、傷つけたの見えますかね。ちょっとだけね、このね、葉っぱの感じが出ているかなと思います。ここに色を入れていきます。こちらの2色を使います。63番と77番、これを紙の上に削っておいてください。では最初に63番ですね、これを指に取ります、ね、葉っぱのとこに、ね、色を重ねていきます、ね、これ結構ね、色が薄いので2色にしました。さっきね、削ったところの上に重ねてます、ね、葉っぱがはっきりと葉脈が出てきますよね。はい、1色目ができたので、次に77番です。これをちょっと根元の方にね、濃い色を入れてみます。指につけて、木の方は明るい色で、根元の方をちょっとね、濃いグリーンにします。2色のグラデーションができます。青とね、緑は清々しいね、爽やかな感じがね、夏っていう感じで元気になると思うんですけどね。どうでしょう。はい、
すごく簡単でしょ。これでヤシの木ができましたね。完成です。これでね、海の絵終わりなんですけど、ちょっとね寂しいので、今日もワンポイントとしてこちらにね、カニさんを描きたいと思います。お楽しみコーナーね。ね、カニさんを描いていきます。カニさんで使う色はこちらです。37番、これを紙の絵に削っておいてください。型紙は先ほどね描いた、切り取ったこのね四角いものなんですけど、こんな感じですね。全然綺麗な四角ではないんですけど、ちょっとね長方形型になっています。これをカニさんね、ちょっとね2匹ぐらい描きたいです、ね、適当に砂浜に置きました。これを消しゴムで消します。そしたら37番をこの中に入れるんですけどね、小さくて指が入らない場合はこれ、ね、綿棒を使っていいです。綿棒でこんな風にグリグリグリっと中にね、はい、1匹2匹ぐらいしようかな、ね、ここら辺にもう1匹、ね、1匹じゃ寂しいので2匹にします。小さいのでね、綿棒でこの中にグリグリグリっと色を入れます。こんな感じです。はい、こんな感じになりましたね。そしたらオレンジの色鉛筆でもうね直接描いちゃいます。子供さんね、描くときも自由にねカニさんの絵描かしてもいいです。ここにね足をこんな風に描いてね、カニに見えればいいかな、カニかなっていう感じで何も考えてないです。目玉のねとこですね、一応こうハサミも、ハサミうまく描けないけど、ちょっとねこんな風にハサミを描いてあげてください。雑ですけどね、ハサミ。描きました。ちょっとね、お腹に線を2本くらい入れたら、黒の鉛筆でいいかね、色鉛筆でも鉛筆でもいいです、ね、目玉を描いて、はい、こんな感じでできました。これで海の絵が完成しましたね。今日もすごい簡単なんですけど、皆さんね描けると思います。ぜひ描いてみてください。海の日ね、海で事故合わないように、それだけね十分気をつけてね、夏休み大いに楽しんでみてください。では仕上げに行きたいと思います。仕上げはいつものパステルフィキサチフとグラマーダストです。グラマーダストね、キラキラなのでここにね取っておきます。紙の上にね。そしたらパステルフィキサチフはこれね、よく振ってください。これね、パステルってこうこのままだと動いてね、こう色がこう流れたりするので、それを止める最後のね仕上げの際になります。必ずねパステルやったらこれを最後にかけた方が手がねちゃんと定着すると思います。そしたらキラキラを、海なのでね、こう波が光ってるようにキラキラを入れます。まあ、いつもねキラキラ使ってるんですけど、夏っぽいですよね、キラキラね、いっぱいね、ついついねいっぱいかけすぎちゃうんですけど、これねただ上に乗せてるだけなので、こうねやっちゃうとこう取れちゃうので、もう一回ねフィキサチフで止めます。これでも飛んでっちゃうんですけどね、やらないよりはいいかなね。はい、そしたら周りを外していきますね。外す時も下にね置いたまま、こうね持ち上げるとね紙破けちゃったりするので、
下に置いたままこう引き上げるような感じでやるといいですね。紙を持ち上げるとね、変なところがこう破けちゃったりするので、下に置いて周りを動かすような感じでくるーっとね紙を動かしてセロハンテープを外していきます。ちょうどねこう海の絵額縁に入ってるような感じでねできたと思います。こんな感じです。はい、ではサインをしましょうね。はい、7月海の日で海の絵を描いてみました。いかがだったでしょうか。すごいね簡単な絵なので、ぜひね子供さんと一緒に夏休みね一緒に描いてみてくださいね。では今日のパステルアート入門講座これで終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日は夏休みも近く海の日なので海の絵を描いてみたんですけどね、とってもね簡単だったでしょ。すごいね簡単に描ける海の絵なので、ぜひ皆さんも描いてみてください。リゾート気分ねちょっとでも味わってもらえたらいいかなと思って今日は海の絵にしてみました。完成した作品をフレームに入れてみましたね。こんなフレームに入れると少しねこう立派に見えますよね。簡単な絵なんですけどすぐに描けると思うので、ぜひ夏休み子どもさんと一緒に描いてみてください。旅行にね行きたくてもちょっと行けないなっていう人はね、ちょっとでもねこんな絵描いたら気分はね旅行に行った気分になるかな。旅行の計画立てたんだけど今回は諦めようかなってね思ってる方もね、少しね落ち込まないで明るくね元気にねこの夏も乗り越えていきましょう。では今日のパステルアート入門講座これで終わりたいと思います。暑い夏皆さん熱中症ね気をつけて、この夏もいっぱいね楽しんでいきましょう。ではまたね。バイバーイ。